新しいタオルで包んだ大きな枕の中に産毛で包まれた赤い耳をほんのりと並べて長いまつげを正しく楽しそうに伏せている少女の寝顔が目に見えぬくらい静かに静かに悲しみの表情に変わっていくのであった。しかもその細長い眉や濃いまつげやクローバー型の小さな唇の輪郭のすべては初めの通りの美しい位置に静止したままであった。ただ少女らしい無邪気な桃色をしていた頬の色がなんとなく寂しいバラ色に移り変わっていくだけであったが、それだけのことでありながら、たった今では17、18に見えていたあどけない寝顔がいつの間にか22、23の麗婦人かと思われる気品の高い表情に変わってきた。そうしてその底からどことなく透き通って見えてくる悲しみの色の神々しいこと。